どうも、9番街レトロです。お願いします。あなたにね、言ってなかったことがあるの。何でしょう。俺、詳しいねん。何にかの部分を言ってなかったんでしょう。伝わらん。伝わらん。何に。森島博明。どちら様でしょうか。まあ、分からんかった時の聞き返し方としては礼儀あり、うん、ありがとうございます。すみません、褒めていただいて。いや、誰やねんとか言ったらもう、どうしてたこれ。いや、こうしてた。もう殴らんねや。森島博明さん。森島博明さんとはサッカー選手です。なるほど。お前サッカー大好き人間やもんな。っていうかね、森島博明大好き。あ、サッカーが好きなんじゃないんや。うん、森島選手が好きやからやってたから、たまたまサッカーやってたってだけ。うん、で森島博明さんがやってることが好きやからサッカー好きぐらい。ぐらいも大好きやった。なるほど。学校の机にね、ここに名前書いてるじゃないですか、端っこのところに自分の名前シール貼ってたじゃないですか、うん、とか貼ってる時にあれ剥がして森島博明って感じで森島博明になりたかった。なりたかったもん、ヒーロー。なるほど。で、その何、熱を伝えてくれるだから分からへんやろ。ちょっと正直ね、問題出してみて、いやこれ分からんのんちゃんっていうのも、まあ、問題出してもらって、うん、全問バシッと答えて、みんなの思ってる感じ全部覆したろかな思ってる。あ、ほんまに好きなんかってまだ疑われてるから、うん、お、分かりました。じゃあ、お、分かりました。分かりました。ウィキペディアで僕調べて、うん、問題出しますんで、うん、いや3問。おう、3問ね。3問全部正解できたら森島検定1級。え、合わせてくれる。努力はする。うん、頼むね。お前にリスクないのが嫌。セレッソ大阪がもね、好きで。わかりました。社長なんすよね、今森島博明。ありかなしかで言うとガンダム。はい、3問でいいのね。3問で、でもちょっと難易度高めでいかしていただきますよ。うん、俺の脳の 8.5 割森島博明さんで埋めています。では第1問。大好き。森島博明選手の、うん、生年月日、ポジション、利き足、3つ答えてください。うん、多分で、いや、大丈夫。はい、なりたかったんでしょう。はい、はい、お答えください。1972年4月30日。はい、ポジションミッドフィルダー。はい、もう一個あるんですよ。フォワード。はい、利き足は右足。正解。すごいね、生年月日。ちなみに身長とかいける。168。すごいっしょ。でもさ、このレベルで来るの全部このレベルでちょっと揺れたよね。難易度上げさせて笑い。で、1問目に死ぬほど詰まってたよね。いっぱい答えなあかんもん。第2問。はい、FIFA ワールドカップのメンバーに2回やっています。何年と何年ですか。はいはいはい、はい、はい、1998年と、はい、2002年。正解。素晴らしい。これはね、簡単よ。あ、こっちの方が簡単やった。うん、俺サッカー知らんから。で、4年ごとに行われてますからね。1個が分かればその前の大会も出てたな、などなどと。じゃあ3問目は、うん、3問目。はい、3問目。あるこの人の来歴の文章を僕が読みます。で、文章、はい、ところどころ虫食ってるんで、うん、そこに何が当てはまるかを答えてもらって、全部読み切れたら。ちょっとさ、お前の3問っていうか12問ぐらいあんねんけど。じゃあちなみに身長はとか、あれ外してたらかなり次いかれへんかったで。はい、じゃあ、読み上げますのでお願いいたします。はい、2001年、ホニャララが J2 に降格。はい、セレッソ大阪。はい、セレッソ大阪正解です。セレッソ大阪が、はい、
J2 に降格したんですね。はい。で、他クラブからのオファーもたくさんあったんですが、それは全て断り、はい、セレッソ大阪に残留1年での J1 復帰に貢献しました。はい、見に行きました。はい。2002年の、ホニャララワールドカップには、日韓ワールドカップ、ホニャララと共に J2 クラブからの代表選出を果たし、西澤明則、おお、グループリーグ第3節対ホニャララ戦でチュニジア戦、日本の決勝トーナメント進出を決めると決勝点を挙げた。全問正解。優しい。あ、これ簡単なんや。ヒヤヒヤはしたけどずっとね、多いからまだかまだかっていう。そうだってさ、はい、じゃあこれ何何何正解とかや、何やが何やが何やが、うん、オッケー。終わったっていう安心感みたいな。いや、熱は分かりました。ちょっとエグいの出していいよ、ラスト。分かりました。じゃあ同じ要領でちょっと長文、あ、もうこれで決めよう。分かりました、合わせていただくわ。はい、お、一緒にお仕事させて。では参ります。はい、2008年の12月6日、はい、J2 最終戦第45節で、節であってるのかな、読み方、はい、第45節、はい、愛媛戦ね、はい、正解のロスタイムに自身が後継者として指名したホニャララに代わり、香川真司に代わり現役最後の公式出場を果たしました。はい、見に行きましたね。はい、出場した時間はわずかホニャララ秒であった。イエーイ。いや、確かにね、さ、もうこれで引退今日、うん、もう発表してんのに、え、ちょ待って、出えへんのってなってんのよ。なってる、ロスタイム、うん、で、ほんまに、え、ちょもう終わっちゃうでぐらいでベンチで脱ぎ出して、うん、レビー・クルピ監督こうやって読んで、え、間に合う、大丈夫、あ、間に合ったって、ちょろちょろって最後あのね、コーナーキックらへんでボール触ったりして、もう終わった。あれ1分もない、30秒ぐらい。でもそれ何十何秒ってちゃんとあるってこと。30秒、28秒。じゃあ無理だろ。2秒差であった。まだあります、試合後。まだいい、継続、はい、2秒は OK。 2秒はもうニアピンなんで OK。 はい、スタジアムにて最後の挨拶を述べ、家族から花束をプレゼントされた後、はい、チームメイトから胴上げされました。その後、場内を一周している途中に OK、 ほにゃららに、めちゃくちゃ蘇ってる、ほにゃららにホニャララ版のユニフォームを渡し、あ、オッケーオッケー、ホニャラに、香川真司に8番のユニフォームを渡し、はい、その後、好き、香川真司をフィールドに呼び、好き、香川のアシストを受けた森島はゴールを決めた時に見せるホニャララポーズをまず披露しました。飛行機ポーズ正解で、最後に全員で記念撮影をし、引退セレモニーが終了しました。はい、森島が長年背負った背番号8番はセレッソを象徴する背番号となり、後にホニャララホニャララホニャララといったセレッソの中心選手に引き継がれている。はいはい、香川、清武、柿谷、正解。素晴ら、え、すごければすごいほど思んない。いや、正直もう分かんねやろなって感じにはなってる。もうちょ、それがいない、森島さんが見たら落胆すると思う、この動画。ちょっとまだ森島さんには合わせられないね。いや、でも森島さんにこの動画送りつけます。大好きです。はい、ということで熱量が伝わったということで、本日の動画は以上でございます。またのご視聴を。森島、森島、森島、ちっちゃ。